トヨタカスタマイジングディベロップメントは2024年1月12日から14日までの期間千葉市美浜区の幕張メッセで開催される東京オートサロン2024において多くの注目を集める展示を行いますこのイベントはカスタムカーの最新トレンドや技術新型車の発表など 車好きにとっては見逃せない一大イベントとして知られています。トヨタカスタマイジングディベロップメントのブースでは、新型アルファード40系をベースにしたカスタムカー、アルファードレガディグニタスティエの展示が予定されています。このカスタムカーは、モデリスタブランドの哲学を体現するものであり、 新型アルファードのエレガントなデザインをさらに際立たせるための特別なエアロパーツやガーニッシュが施されています2002年に初代が登場して以来アルファードは高級ミニバンの代名詞としての地位を確立してきました特に2023年6月に市場に登場した新型モデルは全モデルのブランド価値を継承しつつ さらに進化したデザインと快適性を持っています。この新型アルファードは、多くの車好きやファンから絶大な支持を受けており、注文殺到という状況が続いています。モデリスタは、これまでの新型アルファードのブランドイメージを尊重しつつ、それをさらに高めるカスタムカー、アルファードレガディグニタスビエを開発しました。 このモデルには、先進的なエアロダイナミクスや高級感のあるメッキパーツ、そして独特なデザインのガーニッシュが取り入れられています。さらに、モデリスタは新型ベルファイアのカスタムカーも、同イベントで展示する計画を進めており、訪れる来場者にとっては、最新のカスタムカー技術やデザインのトレンドを、 一度に見ることができる絶好の機会となっています。